よいしょ。どうしたんだよ。よいしょ、待って、よいしょ、よいしょ。右の方なんだね。あ、ごめん、ちょっと待って、ごめん。こっちだ。うん、食いもん。こいつ怖えな。横から入ってくんの。怖っ、埼玉。本当に見た目本物そっくりなの。しかも重さがね、たったの 20g 差で。わかんねえだろそんなもんって思って。で、更新、コントローラーの更新っていうのがあるらしくて、それやるとできないらしい。まあ別にいけどね、使えれば最悪。
番そうで、もう一個これがプロコンっていう普通の多分あれ偽物だと思うんだけど、まあ安かったらいいんだけど、下に転がってるコントローラーあったじゃん、うん、あれね、プロコンって。だってあれ7000円でそれだったら泣くわな、うん、だって分解しないと分かんないを変えられるんですよ。例えば赤いやつを青にしたりとか、うん、で、眩しいな、落としてくれるんですよ。で、シェルっていうのを売ってて、何かっていうとこの外側のやつだけが売ってて、でしかもそれもちゃんとしたゼルダのやつとか、そういった偽物、あのコピー品まで出てるの。だから何が言いたいかっていうと、例えば適当に出回ってる、あ、出てるのですか、あ、出回ってる普通のコントローラーを買って、そのシェルだけ例えばゼルダのやつにやって、で色もそのゼルダと同じ例えば黄色のやつに変えて売れば正規品ですよって騙すことができちゃうっていう、ちょっと怖いことをしてしまった。やべえなって思ってたちょっと怖えと思った。立ち直れんでしょうな。どう見ても、まあいいよ。眩しい。絶対ハイビームだなあれ。どう見ても。まあしたくなるのは分かるけどね。街灯なさすぎて。暗いもんね。300m 先、斜め左方向。ルールではそうなんだ。とはいえ、危ねえよ。
ないけど、